夜中にいきなりさ、いつ開いてるのってライン。ちょっと待って、あれどうやって動画撮るんだっけ。待って、実写動画さ、俺いつぶりなんだ。実写動画めちゃめちゃ久しぶりじゃない。あ、最後に実写動画やったのが4ヶ月前だな。4ヶ月前に実写動画一回撮ってるんだけど、もうそれ以降俺顔出してねえんだ。お久しぶりでございます。あ、ちなみにこのニット帽、マインクラフトのね、公式さんからいただきました。これダンジョンズのニット帽です。めっちゃ可愛いから、ちょっとね、今回これ被って撮っていきたいと思います。可愛くない？始めろよ。どうも、みんなのアイドルさんもです。ということで、今回はですね、久しぶりの実写動画なんですけれども、タイトルとかね、サムネとか見てもらえばわかると思うんですけど、ついにね、僕の家にも、YouTube が10万人突破すると、もらえる、あれですよ、皆さん。わかるでしょ、あれ。いや、お前じゃねえよ。銀の盾！あれがね、家に届いたんだよ。今回はね、そちらの、開封動画です。いや、惜しい！俺もう11万人になっちゃった。こういうのってさ、普通なんか10万人達成しましたよの時にポンじゃん。もうそんな感じでね、たくさんの方に登録してもらったり、いつもね、たくさんの人がコメントや動画とか、YouTube からおめでとうっていう表紙。もうとりあえずちょっと紹介していくわ。謎の箱。なんか同じ事務所だからすげえバカにしてんのかなって思われちゃうかもしんない。はい、ということでね、こちらの銀の盾、ちょっと待って、まだ黒い箱だな。こちらがこのまんま届きました。はい、このまんま、僕の家に届いたんですけど、ちょっとね、これ余談なんですけど、配達員の方がこれごと持ってきたのね。この段ボールに入ったんじゃなくて、このままこう渡されたのね。あれ、これ YouTube の銀の盾じゃねみたいな感じで渡されたのね。住所バッタじゃね、俺。まあ、早速、こちらの箱を開けていきたいと思います。その前にね、これ、まあ、お酒じゃないからね、これ。ドルチアンドガッパーナって知ってるかな、みんな。香水の、エイトさんが歌ってる香水の歌なんだけど、香水ちょっと買ってみたの。ドルガバー。で、これま、使ったことないんで、ちょっと一回ちょっと使ってみていい？この日のために、俺買ったから。ドルガバ。合ってんのかな？マスクしてるから匂いわかんない。ああ！鼻詰まってんだよな。開けてこう、早速。いや、楽しみだな。ハサミ。ハサミを取り出して。でも間違えてなんか銃とか送られてきてないよね、これ。これ中身開けたらハンドガンでしたみたいな。そういうオチじゃないよね。開けます。よし。ちょっと待って、開かねえんだけど。ちょっと待って、開かねえんだけど。せーの、ちょっと待って。あれだわ。その前に皆さん、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。高評価押してくれた方のみ、この中身が見れるので、皆さん、高評価よろしくお願いします。これ言うの忘れてたわ。あれがちょっと忘れちゃう時があるんだよね。忘れちゃう時があるから。はい！ちょっと待って、まだ黒い箱だな。これ開けるとあんのかな？せーの、はい！もう、じらすじゃん。YouTube めっちゃじらすじゃん。せーの、はい！うおーすげえ！銀の盾だ。やべえ、なんか全然実感ねえ。おお、うわ、やべえ、10万人の重さ。薄いコメント。すごいなぁ、これ。あ、なんかいっぱい入ってる。これがですね、皆さん10万人を突破すると、もらえるですね、こちら、絶対に食べてはいけないものになっております。とりあえずこのでっかいやつから読んでこうかな。一回見たことあると思う。この度、あなたのチャンネル登録者数が10万人にいたしました。これはごく一部の YouTube クリエイターしか達成しない目を見張るような成果です。YouTube のユーザーは膨大な数に増えていますが、この10万人達成の意義をしっかりと心に刻んでいただきたいと思います。あなたのチャンネルに登録した人は、すべてあなたの動画に心を動かされた人たちです。元気づけられた人もいれば、課題を見つけた人、楽しませてもらった人もいるでしょう。この10万人という節目は、まさに努力と粘り強さのたまものです。これは紛れもないあなた自身の実績です。この実績とこれまでの努力をたたえ、敬意を込めてささやかながら、この銀の再生ボタンを贈呈させていただきます。もちろん、あなたは見返りを求めるわけではなく、いや、
いや、ちょっとごめん、求めちゃってるかもしんねえな。よかったら、下の、10万人おめでとうみたいなプレゼントあったら、下の、ウームのね、住所貼ってありますので、こちらまで、ぜひぜひ、お送りください。全然見返り求めてまーす。創作したい、共有したいという気持ちに突き動かされて。いや、まあ、突き動かされたんだけど、やっぱり、広告収益、またあなたに期待しているファンがいるからこそ努力されていることと思います。まあ、ファンのためっていうよりやっぱりお金。今はまだチャンネル登録者数100万人という目標は遠い先のことのようですが、道のりは思うほど遠くはありません。さらなるご活躍をお楽しみにしております。今後とも YouTube をよろしくお願いいたします。YouTube CEO、 すげえ、こう見て、レアなサイン、誰かわかんないけど、レアなサインが書いてある。YouTube の中の人から俺サインもらっちゃった。俺って YouTuber だわ。あとは、あとこれだな。なんて書いてあるんだろう。チャンネル登録者数目標達成おめでとうございます。ここに慎んであなたの業績を称え、その経験を特別なものとしたいと思います。このアワードは、下記のスタッフにより検査され、最新の注意をもって梱包されました。配送中、事故によりアワードが発生してる場合で、なるほどね。まあそんな感じで、ここに問い合わせるよって、壊れたらここに問い合わせるよってことね。続きましてこちら。うわ、やべえ。見て、今俺これだけどさ、100万人達成すると、この金の盾。で、1000万人だったっけな、達成するこのダイヤモンドの YouTube の盾、このダイヤモンド欲しいよね、これ。これめっちゃ欲しくない？見えねえんだよな。じゃ、早速これちょっと開けていこうか。うわーすげー反射する。大丈夫？なんかろくなもん置いてない。なんか書類とか置いてないよね。結構ガチで。すごくない？やべえ。サンド。しかもさ、これ、ひらがなで刻まれるようになったんだよね、これ。なんか前まではさ、英語だったんだけど、まあ、それがなんかちょっとひらがなでもできるようになったのかな？これ反射本当に大丈夫だよね。すごいなんか、すごい反射するんだけど、俺の最近買った空気清浄機が映ってる気がするんだけど、大丈夫かな？いやー、ついにね、ついに僕もこちら、パテいただきました。1年前に、確かプッチーの、1年前だっけな？ 2 年前、1年前ちょっとぐらいに、プッチーの10万人達成動画ちょっと、アイワークか概要欄ぐらいに載せとくんで、まあ、そちらの方、その時映ってる僕が、確か5000人、1万人いかないぐらいかな？だった気がするんだけど、その、数年後、1年後ぐらいかな？に、10万人達成しました！おめでとうございます。ありがとうございます。俺のぬいぐるみたちと一緒に。うおぉ！あんま見えねえ。あんま見えねえけど。俺昔のデザインもね、すごい好きだったんだけど、これ新しいデザインも結構好きだわ。やっぱりもらうと全然違うよ。そしてね、ちょっと10万人も達成したんですけれども、もう一つ、これ二つになってんな。もう一つ、まぁちょっともうその実際達成しちゃってるんだけど、8月ね、ツイッターの僕のことフォローしてくれてる方ならわかると思うんですけど、8月毎日投稿絶対します宣言をしたのね、8月中。で、見事ね、それもクリアしました。神道寺さんと一応賭けをしてまして、まあ、8月毎日投稿しなかったら、箱根旅行をおごりだよ、みたいな。もう全部おごりね。もう移動費、お土産代、宿泊代、ご飯、もうすべて込み込みで、もう財布をお前持ってこなくていいよっていう感じの賭けをやってたんですよ。箱根旅行をおごり企画みたいなのやってたんですけど、まあ、両方ともね、毎日投稿、8月中毎日投稿達成したということで、それもおめでとうございます。拍手。拍手、ほら、みんな拍手。僕はね、もう本当に家でずっとカタカタしててね、運動もせずにカタカタしてたせいでね、ちょっと太りました、普通に。久しぶりに会った、ひなこちゃんとかプッチに、お前、太ったな、すげえ下げすんな目で言われました。うん。太りました。まあ、9月の目標をちょっとここで発表するわ。9月、2020年9月の目標としては、そうだな。まあ、車の免許を取る。ちょっと髪そろそろ染めよっかなと思ってて、新しい色に。ちょっと何色がいいかなと思って、ちょっとなんか、色あったら動画のコメントで残してください。それ一番多いやつにするかもしれない。もうレインボーとか書かないでね。俺そしたらレインボーにしなきゃいけなくなっちゃうから。まあそんな感じでね、まあ8月毎日チョコできたし、9月、車高免許取りに行きたいと思います。ちょっとね、そろそろガチで取らないと、親とかにも色々怒られちゃうので、僕が、いい加減にしろってね。ということでね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。10万人達成、本当にありがとうございます。頑張っていきたいと思います。それでは、またよろしくな。ふえ、ふえ、デュクシェ。
痩せよ。